夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。またファーストポジかよ。はい、おはようございます。2番こってり前です。お願いします。しようとございません。ということで、役については占い師さんが語っ、言ってくださいって感じかな。はい、メラスラーはやめてほしいなって思ってる。盤面濁っちゃうしね。考察、ファーストポジだからあんまり伸びなくなっちゃうからって感じかな。はい。そうだな。セミオープンもいいけど、片役進行もいいと思ってるかな。平和村とか、そういう盤面になったら。って感じかな。はい。そうですね。柱発言は俺結構釣る派なんで、やめてくださいって感じですかね。はい、そのぐらいです。はい。そうですね、そのぐらいです。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、2番手ですね。でした。ちょっと2番さんに気になったのは、役については占い師が語ればいいんじゃないのって言って、片役進行の方が強いとか、セミとか言ってたのだけちょっと気になったかな。それぐらいです。自分の思考開示としては、白い理由、黒い理由、しっかり言ってほしいのと、不当な殴りとかしてるかどうかっていうのをみんなでちゃんと見極めて、この人の殴り方ちょっとおかしいんじゃないのとか、いうのをちゃんとしていきたいなっていうのと、あと占い師の単体説明ですね。占い先が教授に刺さる場合もあるんで、その占い先がちょっとおかしなことを言ってるから、その人のが芯がないとかいう考え方は俺は好きじゃないですね。あと、二番さん今回言わなかったけど、俺は柱する人大嫌いなんで、柱したら釣りますよ。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。3番さんは印象はいいなと思ったけど、2番さんはそこまで黒くはないかなと思ってますっていう感じかな。自分の思考としては3の方が白いかな、2よりはっていう感じ。基本的には占いにしようになった時の話をするんですけれども、その太鼓を叩くんではなくてね、グレーについてもっと叩いてほしいなっていうのが、個人的な進行論的な感じでしょうかっていう感じかな。あと結構ハンターがいる村なので、強制発砲ということなので、基本的に人狼はあまり目立ちたがる行動したくないと思うので、その辺叩くというか、見つけていけたらないけたらなと思っていますかね。現状3番さんの方が白いかなと思ってます。色落ちはないけど3番さんの方が白いと思ってます。そこだけ残しときます。5番のプレイヤーが発言します。5番のヌマンジュスです。私占い師でした。ランダムで2番さん白で2番さん白把握お願いします。対抗出てきたら人外なんですね。はい、4番さんに関してなんだけど、どうだろう、3番よりはあまりいい進行論ではなかったかなって、思ってますね。3と4比べたら3の方が印象はいいですかね。両方とも2周目なんですけどね。で、グレーの人たちは、役に関してはセミオープンでいいっす。で、片役進行とか癖弱いんで、絶対役は両方出てくださいね。セミでね。で、グレーに対してなんだけど、しっかりこの人が怪しいって思ったんだったら、その人の理由付けね、理由付け。白いって思ったらその人が白い理由。黒いって思ったらその人、黒い理由ね。人外ってのはその理由付けで違和感を出てくると思ってるから、そこを釣っていけば村は勝てると思ってます。だから皆さんは理由付けをしっかりしてほしいかな。特に村はね。はい、そんくらいかな。怪しいところから釣っていけばいいと思ってますね。その理由付けがね、違和感あるところから。ぐらいかな。皆さん前の人の印象に触れてね、しっかり色を落としていってほしいなと思ってます。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営、仕様特にありません。そうですね。2番さん、から触れていこうと思います。2番さんもね、役は、
占い師が白って言ってましたね。まあ自分も触れてたんですし、あ、自分、2番さんも言ってたんです。あまりいい印象ではないかなって感じ。うん、で、3番はそこにしっかりと触れていたところで、まあ、村目に置くわけではないが、印象はいいと思う。で、4番もその意見、まあ自分の意見と同じってところ。まあフラットで見せる。で、占い師は、正直、まあ、白付けに、まあ、理由付けをしろっていうところは、まあ、真の占い師でも、まあ、まあ、黒でも言えるけど、まあ、印象は良かった。負け筋は言わないように。7番のプレイヤーが発言します。6番さん、2番さんに対して、あんまり印象は良くなかったんだ。俺とは考え方が180度違うな。この中で私と似たような感覚だなと思ったのは4番さんですね。4番さんが、まあ、私の感覚に近いかなと。うん、5に 2白は把握です。4番さんはね、3がより白く、にもまあまあ悪くないんじゃないかと言ってた。4番さんと私は同意しますね。なぜ、まあ、4番さんはね、もうこれ以上話しないんだけど、3番さんがなぜ白いかって言ったら、やっぱりね、柱発言必ず釣りますってね、2番よりははっきり言ってんだよね。2番はね、話の流れの中で言うけどね、言ったんだけど、3番さんはね、柱をね、取り上げてね、柱する人は絶対釣るって言ってね、もう村に柱をさせないような、村のことを考えてる発言だと思ってしまったんです。はい。くまくま言わないのは残念だな。以上です。はい。8番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営です。そうっすね。俺に、2、3年まず比べたときに1の方が印象良かった。理由は、もう正直言って、役に関しては占い師が決めたらいいよって言って、片役進行の方が僕は好きだけどね、まあ、それも2番さんの進行論なんか別に触れてはなくないって正直思ったし、まあ、そこに関わるのは正直、まあ、不当な殴りだと僕は3番さんに思うのと、あと2番さん柱は釣っていいっていうふうに、じゃ釣りますっていうふうに言ってるのに、まあ、そこをなんていうのそれを言ってなかったよねみたいな言ってたけど、まあ、言ってるからねっていうふうに思ったから、まあ、2と3で比べたときは3の方が印象悪かったし、でそうなってくると、まあ、全員ちゃうんだよね。うん、4も6も3の方が印象いいするし、まあ、7に関しては、まあ、2、3は印象良かったっていう感じで、まあ、3番の方が、まあ、それちゃんと言ってるかとか感じなんで、グレーの中で一番7番さんが白いかなっていうふうに、現状思ってますね。うん、そんな感じかな。うん、以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、2番さんはみんなが増えてるんで割愛しますけど、でも2番さんは8番さん言ってましたけど、2番さんというのは役は占い師が増えてほしい、で部屋村だったら役をセミオープン、片役進行がいいって言ってるから役には増えてるんですよ。でも8番さんは3番なんかちゃんと話を聞いてるなと思いました。はい、まあ、3番さんは2番さんに対してなんか言ってないけどって言って2番さん言ってますよね。だけど8番がそこでなんか3番をなんだろうな、みんなから白く書いてて8番が3番をいやそこまで白くないよっていうのは別によ8番あんまりお金っぽくないなって動き的には思いましたよ俺は。はい、まあそんな感じかな。なんか色落ちしてないなって思いますよ皆さんね。はい、バーン。1番のプレイヤーが発言します。はい、自分占い師じゃないんだよね。ってことは平和か。俺最初5番さん出た時にもう喋ってるところに素人で人狼だと思ったけど、平和にはちょっとびっくりした。ってなると、どうだろう。前半に狼がいるのかなってちょっと思うな。俺4番さん白いと思ってて、4番さんって3白起きしたよね。前半の位置って反論できないの2周目だから、4番さんが狼だったら3を黒塗りしないと結構きつい感じになるんで、4番さんの狼はないかなと現状思ってる。あと9番さんの狼だったらちょっとさすがに自分の強靭にかけないときつい意味きついよね。確かにだから4と9は弾くかな。だから2周目4球以外のとこどっか釣ろうかなと思ってます。2番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、まあ占い師いるなら出てきてくださいって感じかな。はい、2周目いないならじゃあ合心でいきましょう。あれ
5大丈夫。ああ、戻ってきた。よし。5がフルオープン、セミオープン希望してるんで、じゃあセミオープンでいきましょうって感じかな。はい。っていう感じですかね。で、5は、絶対1占うべきでしょって思ったかな。そうだね。たとえね、1が盤面上白くても、エンポジだからね、エンポジで占い使用しないっていうのは、全然、見過ごしたっていう可能性も全然ありえるから、5は1を占うべきかなって思った。で、釣り位置とすれば、そうだな、3は、3が俺に対してごめん、1周目の発言で、役については占い師が言えばいいって言いながら、固役進行って言っちゃったのは、まあそれはごめんって感じかな。そこしっかり拾えてたって感じかな、3は。だが、俺は、橋発言は釣るって言ってて、3が俺に対して言ってないけど、柱は絶対釣りますって言ってたのは、それは把握漏れなのかどうかわかんないけど、若干俺を黒の一種の準備をしたのかなっていう感じかな。印象的には。で、そうだな、結局グレーがね、多いから、本当に役があるなら役って言ってほしいっていう感じですかね。はい、以上。3番。のプレイヤーが発言します。はい、2周目ですね。これちょっとかなんていうの、占い師潜伏とかやめてね。もう俺5番信念見てるから今んとこで。2番さんね、5番さんが死んだら2番さん強靭ないかなと思ってる。うん、自分でも言ってたし、8番さんには俺太の殴りって言われたんだけど、なんか役について触れたから、それをちょっと軽く触れさせてもらいました。柱に関しては、俺が聞きそびれてましたね。うん。これでよろしいでしょうか。うん。だから、柱についてに関しては、2番さんに対しては、俺は怪しいとも一言も言ってないんで、ちょっと怪しいのが8番かなって感じはしますけどね。うん。それに同調した9番、怪しいと思ってるし、で、2番さんがなんで強靭っぽくないかっていうのは、1番さんは盤面上白いのと、発言でもわりかし白いんで、白圧迫したいんですよ。で、1番今日釣りたくなくて、5番さんには1番見てもらって、白出たら強いと思ってるんで、平和な盤面で多いね。あと、まあ気になるのは6番も気になるんですけど、何言ってるのかよくわかんないですよ。IQ150 。うん。って書いてあるんだけど、大して言ってる内容ないかなって感じしますね。うん。ただ、俺は2番に関して叩いたことに対しては、別に不当でも何とも思ってないと思っているんで、8番の不当発言はすごい気になりますね。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。もしコロかけるのは嫌なので、2番さんは一応強靭もあるかなっていう線で追いたいと思ってます。現状釣りたいと思ったのは8番さん、3番さんと同じように8番さんを釣りたいと思いました。理由としてはですね、8番さんっていうのは、2番さんを白く見てるのに関わ、2番さんを白く見てるのにかかわらず、7を白いって最後に言ったような気がしたんですけれども、7が白いと思ったら、7、4、3って順番的に白くなるんじゃないかなと率直に思ったから、うん、8番さんっていうのは、うん、狼あるんじゃないかなと思ってますっていう感じかな。まあ、9番さん、あ、1番さんか、1番さんに関してはあの位置だったら、普通役があるんだったら出てくるかなと思ってるので、平和にしたっていうことは、あって強靭っていう感じなのかなって思ってます。今日は8番さんから行きたいなと現状思ってます。5番のプレイヤーが発言します。はい、絶対役は出てください。役は出てください。早く出てください。はい、セミで出てください。役は、はい、4番役、もう一つ片役進行弱いんで、はい、7番役 OK。 8番って俺も8番すごく気になったんだけど、7番って3番に印象いいっつってるんですよね。で、8番って3番のこと叩いてるんだったら、7番目線って一番印象良くならなくないっすか。うん、7番ってまあ3番を柱発言が絶対釣るって言ってるから結構村っぽいって言ってるんだけど、その要素の取り方って間違ってるから、8番目線でそれで7白いっていう視点が僕には全く分かんなかったっすね。はい、かな。まあ、1級には怪しい位置はいるだろうなって思ってますね。1番っていうのは結構こうなってくると、まあ、疑ってかなきゃいけないかなって。ほぼほぼ1級に1人狼はいるかなって思ってますね。はい。
だから1で白出た場合って9で9が黒なのかなって僕目線は置いてしまいますかね。まあでもどうだろう、そうなってくると1、8、9に2人狼いるって構図になっちゃうから、それだと多分明らかにちょっとおかしいから、まあこうなってくると3、6に1人狼いるのかなって思っちゃうっすね。あーどうしような、占い師とかも迷ってきましたね。まあ6番の発言は聞くけど、6番って全く色落ちてないから、6番2周目つる、伸びなかったら全然ツリーしてもあるからね。はい、かな。まあ3番の、8番への不当な叩きがされたっていうのは、まあどうだろう、まあそこに関しては分かんないけど、俺はそれよりも8番の7番白いっていう目線の方が俺はおかしいと思ってるから、まあ2周目聞くけど、はい、ぐらいかな。まあ、8、9、1に1人狼と3、6に1人狼かなって僕は思ってるけどね。はい。まあ、現状8か6かな。6番のプレイヤーが発言します。そうですね。この8、9、1との中で、サイクロ1位は、8かな。うん。5番さんも触れてましたが、7白いかって思いました。まあ、今役出てるんですけど、ってところ。うん。で、その次は、まあ、9、1、8は聞いてないんですけど、3番さんは、正直、みんな白目で置いてたけど、うん、そこまで白くはないのかなって思いますね。うん。というところです。なぜ白くないかというところ。うん。まあ、印象かな、印象。黒い位置としては、やっぱり黒塗りする、黒は、白を着せるより、黒塗りした方が、やっぱり、楽で釣っていけるんですよね。白を着せると、自分、釣られ位置になってしまうから。というところかな。で、3番は自分的には印象悪いです。うん、今日は8、または、91の話次第で、91も釣り位置になってくるのかなと思います。はい。そうですね。891の話を聞いて、グレーの中から釣ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、結論から申し上げます。私、間違ってるかもしれませんけど、6番差に入れます。はい。その理由は、8にこれだけヘイトが溜まってる中、当然のように6番さん8人投票しますと言っています。はい、これは私6番さん人外なんじゃないかと睨んでいます。はい。こんなもんですかね、言えるのは。8番が7を白っぽいと思った？その年齢のどの子がいけないんだっていうふうに私は思いましたね。私も自分自身白っぽい発言だと思ってましたからね。私言ってること間違ってますかね。座りますよ。はい。で、ここで座ったら新芽がなくなっちゃうわけか。まあ別にね、あと20秒無駄話をダラダラするだけなんだけどさ。そうだな。あと他にね、5に白っていう事実以外はね、あと4が特約でしょ。あと分かんないよ、ほんと。うん。今じっくり行きましょう。はい。8番のプレイヤーが発言します。まずみんなに言っとくけど、俺は2と3で比べた時の方が2が印象がいいって言っただけで。うん。それで7を単体精査した時に、7は印象良かった、7は白っぽかったなっていう風に発言しただけや。別に7が3の方が印象いいって言ったから、言ったから7が白いって言ってないからね、全然。うん。2と3で比べた時は2の方が印象いいって言って、で3番は2番目であるのにかかわらず、直近の2番さん最後の発言を聞きそびれてるのはどうかなっていうことに印象が悪くなった。別に俺黒いとか言ってないしね。うん。そこで叩かれて叩き返したようにも聞こえてるよ、3番さんに関しては。まあ今日釣り茶俺6、1、3だと思ってる。順番に上げるとしたらね。6はそう、7番が今言ってくれた通り、もうみんなが8、8、8っつって、まあ、それに乗っかってきてる部分めちゃくちゃあるし。で、俺は怪しいんであれば、それこそ、ね、俺は怪しいんであれば、なんで3番も黒くなるの、印象悪くなるのって正直思う。うん。一緒じゃん、意見と。正直思ったけどね。うん。っていうことですよ、皆さん。こういうことって全然あり得るんですよ。で、なんで1番上げるかって言ったら、4番は3番のこと、白置きなんて1個もしてないんですよね。うん。色はつけれないけど、まあ白っぽいなって言ったんですよ。白置きは全くしてません。うん。うん。聞いてるのかなってちゃんと思ったし、うん。白置きしたから4番はないだろうみたいな感じの、その精査はよくわからない。白置きもしてないのにね。で、9番に関しては色落ちしてない。はっきり言って。うん。どうしても捉えられるなっていうふうに思う。うん。そんな感じかな。うん。
今の現状だから、まあ、6、1、3の順で上げてるから、まあ、正直言って6、1になってしまうんだよね。うん、1がよっぽど発し発言するんであれば1だし、まあ、そうでなければ6って感じかな、俺の中では。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。まあ、8番視点だったら3、6、1じゃないかな、釣り1。3番は筆頭陣会社だと思ってて、時点で6番って感じでしょ。1番どっからできたんかなと思ってますよ、8番さん。俺多分6、1、狼、8番強人じゃないかなと思ってて、6番に関しては白置きをする人が、違う、白置きするより黒置きする方が陣外に見えるんですよね。じゃあなんで1番って入ったんですか、釣り1に。9、1の話を聞いてから決めるって言ってるんやけど、1番って4球のことを白く置いてるから、6番視点でから1番って白くなる人物なのではないですか。なのになんで1番を釣り1に含めようとしたんですかね。確かに8番が7番のこと白く置くのはおかしいけど、8番さんはちゃんと話を聞いてるし、3番ってめちゃくちゃ印象よく置かれてる中で、8番って3番に殴り入れてる構図ってあんまり狼っぽくないんですよ。あって強人だと思うから、俺はね、8番っていう人物は。で、1番に引っかかってるのは、俺を白置きする理由がなんか、あんまりしっくりこなかったし、まあ、4番白置きする理由は分かったんですけど、5番が狼だと思ったって言ったんですけど、偽ならね。2番って結構叩かれてる位置やから、5番が強人でから2番を救いに来たっていう目線もあるから、なんで1番が5番の人狼とかそういう話をするんかなって思いますよ、俺は。まあ3番に関しては2番への指摘は良かったんですけど、まあなんだろうな。でも俺6、1、狼、8番強人だと思うけどな、正直なんか。そんな気するけど。1が白でから俺を黒く塗るのはやめてください、5番さん。5番さんやめてください。8の相方1って1番しかおらんくない思ったんだけど。1番のプレイヤーが発言します、うん、まずね、5番さん役出しちゃダメだよ。あの子強制発砲だからね。あの子強制発砲だから、あのどっちか噛んでくるよ、狼で。狼どっちか噛んでもう村打ったら PP ね。例えば7番さん噛んで、7番さんがハンターで強制発砲だからどっか打たないといけないんだけど、打ち位置がわかんないの。で、例えば9番釣って村、3番打って村で終わり。負けね。だからあそこ役出しちゃダメだ。で、俺6番狼だったら、多分8、9のあたり囲わないと6番って釣られちゃうと思うよ、初日に。発言力が弱いから。だから俺6の狼ないと思う。6が狼なら多分8、9どっちかが囲わないと、占いに出て囲わないと、多分6釣られちゃうんで、6の狼ないと思う。で、8、9のどっちかなんだけど、俺8、9両方人狼なんじゃないかなって思ってる。まず6番さんが1も若干怪しいんで、8も1怪しいんで、9も1怪しいんで、俺って、まず強人だったら占い使用するよね。まあ人狼だったら出ない可能性はあるよね。だから俺って占い師なのよ。それをなんか釣り位置に使おうとしてる便乗、6番が最初、6番さんはいいよ最初だから。8、9がもう言い出したのがめちゃくちゃ黒い。だから最終的に便乗した9番さん。もうかなり人狼あると思う。俺は9番さんに入れる。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番、9番の遺言を発表してください。ちょっと待って。嘘でしょ。1番は釣りに過剰反応していいかなって思ってるんだけど、8番は6番を釣り位置、最筆頭位置に置いて、俺も6番を最筆頭位置に置いてるから釣り位置ね。1番は何を勘違いしてるんだろうって思いますけど、俺は。いや、俺が釣られるんか、これマジかよ。この6番に負けるの、俺は。マジか。
もう適当に発泡しいや、もうじゃあ。3、6、1。あ、地球狼だと思うか。地球狼だと思う、これ。まあ、いや、話すことねえな。うん。いっか、切るかも。もういいっす。一番人外じゃないの、これ。なんなん。なんで俺を釣り地に持ってったんだろう。わからんわ。一番って俺のこと白く置いとったんじゃないんですか、一番さん。ね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番。昨夜死亡したプレイヤー役職は、狩人、5番のプレイヤーが発言します。ごめんなさい、言っちゃダメだったんですか。僕分かんなかったっす、申し訳ないっす。はい、6黒です。いや、まあ PP だったら負けっすね。いや、申し訳ない、本当に。いや、それは僕が悪かったっす。はい。たくまさん、すいませんでした。まあ8はないと思ってたけど、投票的には6黒出てるから。いやー、9が白だと思ってたんだけどな、9釣りなんだ。やっぱ3、1、6、2、3人、3人ぐらいかなと思っちゃったかな。ぐらいかな。今日は6釣り。PP なかったら6釣ってください。はい。申し訳ないっす。ハンター発砲時、占い結果貼って、あんま知らなかったっすね、僕そこは。正直そこは申し訳ないっす。はい。今日6黒出てるんでってところですね。申し訳ない。ああ、狂人しよう。ああ、16オオカミか。6番のプレイヤーが発言します。1、2、どちらかが狂人ということですね。はい、じゃあ、5番さんへ投票してください、狂人の方は。で、投票にしましょう。はい、それでいいですね。うん。7番のプレイヤーが発言します。はい、9P じゃないことを願い6番に入れます。4番さん 8に、四国6して8を打ったんだね。以上。1番のプレイヤーが発言します。強人なんで、まあ一応強人アピールすると、これ6番さん狼だと思った。かなりね。だから6番さんかばって、9番さんは多分狼ないだろうな。最初ローで打ったから。なんとか9番さん黒塗りして釣り誘導をかけた。これ三六人狼なんじゃないかなって思って、3番さんが2番さん走りはしてないとかどの子の言ってたけど、言ってたからおかしいなと思ったんやね。三六人狼だと思ってるから PP だと思って5に入れますね。2番のプレイヤーが発言します。はい、狂人です。5番に入れたいと思いますって感じかな。村は6に入れればいいんじゃない？って感じですかね。そうなんだ。って感じかな。たくまさんが炙り出そうとしてんのかなって感じかな。まあいいや。今日5いきます。以上。3番のプレイヤーが発言します。いや、俺、モラなんで6番に入れますよ。6番にね。まあ、次回は5番に入れればいいんじゃないですか。多分ね、5番さんが怒られたのは、結果張ったのはいいと思うんだけど、発砲中に6黒6黒って打ちまくったのが、
語りの可能性もあるからさ、5番さんっていうのはね、平和村盤面だから、語ってる状態で打たれる可能性もあったしっていうのがあって、さらにそこにまた6黒なんですよって打ったのが、たくまさんに怒られた理由じゃないかなと俺は思っております。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、神宮さんはしっかり5番さんに入れましょう。5番のプレイヤーが発言します。裏には言いたいんだけど、まあ、結果張りは本当すいませんでした。それは申し訳ないと思ってます。はい、だけど裏には言うんだけど、6級制裁した場合って絶対に6だからね、うん、9番ってめちゃくちゃ白かったと思ってんだけど、まあ仕方ないですね。まあ以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番1番のプレイヤーが発言します。はい、5番さん入れますね。2番のプレイヤーが発言します。いやーだと思ったよ、たくまさん。なんか怖いけどさ、なんかいや普通にさ、エンポジで流してるっていう可能性も人外あったと思ってた。だから、たくまさんもその説はあり得ると思ったが、いやー、強人だったか。やっぱうまいな。いや、うまいわ、強人。普通だったら無駄な使用してるよねって感じ。無理だわ。5番さん貼っちゃダメだよ。八方寺前でも、夜が明けましたの時から貼っちゃダメだよ。誰が死んだかっていうの分かんないから、って感じです。以上。3番のプレイヤーが発言します。まあ正直ね、1番2番がフェイク鍵で6番つってもよかったんだけど、5に投票入ってる方が強人って確定できるんで、逆に俺6に入れてれば確実に村人と思ってもらえるんで、どっちにしろ PP 持ってきてたんだけど、もうめんどくさいんで普通に5人入れました。5人また入れますね。ありがとうございました。5番のプレイヤーが発言します。僕が6黒結果打ったのはマジ申し訳ないと思ってるけど、4番は絶対1打つべき。絶対に91に1人がいるし、9番って、めっちゃ白かったから、まあ普通に1打つべきでしたね、4番さんは。まあ僕が悪かったんですけどね。はい、すいません、村負けさせちゃって。6番のプレイヤーが発言します。あ、5番さんが偽だったってことなんですね。はい、5番いきます。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。5番、人狼陣営の勝利です。
じゃあ違う違う、なんか6打とうと思ったんだけど、なんか人道札のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。